翌日か、翌日にスイちゃんと、井の中組ホロライブ加入5周年コラボしましたね。見てくれましたか？でもスイちゃんとサシでコラボするタイミングとかってなかったよね。なかったよね。なんだろう、もういろんなタイミングを結構失ってて、もういろんなタイミングを失ってったのと、いやこれなんかきっかけがないとなかなか声かけづらいな完全にひよってしまってましたが、そうフィフスフェスの振り返りの時にもちょっと話しましたが、ちょっとなんとなく疎遠になってしまっていて、全然お互いに話しかけてくれたら嬉しいなみたいなどっちもこうちょっとね、空気をね読んでた。どこかちょっと遠慮しちゃってたんだよね、お互いにね。そう微妙なこの距離感。ただこの間のちょうどフィフスフェスの時に、まあ、この二人でっていうことでね、ライブも最後トリを務めさせていただくことになり、そこでスイちゃんと久々になんか話すタイミングがあるなみたいな、平行線な二人そうずっと平行線だったんだけど、フィフスフェスをきっかけになんかちょっとまた連絡を取るようになりまして、あとは最近はそのゼロ規制で集まるタイミングとかもあったり、歌ってみたをね、みこちのチャンネルで出した時もそうだし、あ、思い出したくない思いなかった、あれはクラブゼロはなかった、もうないんだけど、もうあのね、はるか昔の記憶、なんかそんなところでなんかスイちゃんとまた話す機会もあったりして、で、まあ5月になって、あ、待って、5月といえば、そうだ、井の中ミュージックが始まった日があるじゃないかと思って、井の中ミュージックが5月19日に始まった日じゃないかということで、なんかこれを機会にちょっとスイちゃんと一回なんか話すのもそうだし、できたらば、歌枠もしたいな、チラチラみたいな感じで連絡をしまして。いやもうせっかくこの機会だから、やっぱ歌をね、メインに活動してきた二人でもあるし、いやもちろんね、一緒に対談するのもいいけど、いやせっかくなら歌を歌いたいな、スイちゃんっていう感じで、お誘いしまして。でも、今回、この間のコラボですね。コラボの時に、ちょっとその前日とかにリハーサルをしてたんだけど、そう、リハーサルをしてる時に、なんかお互いに結構積もる話がありすぎて、リハーサルほんと30分ぐらいで、歌のね、そう、アプリとかの確認をね、していたんですけど、まあ、30分ぐらいで終わろうと思ってたんだけど、だそっからなんかいろいろ思い出す話もあったり、なんか最近どうみたいな最近どうなんみたいな話とかをしてて、明け方まで話してしまいましたね。そう、昔話に花が咲き、そう、積もる、待って、こんなになんかあったね、なんかこんないろいろ話しなかったねみたいなめっちゃ盛り上がってしまい、で、そう、もうなんで5年越しにご飯にも行こうと、ご飯の約束もしました。実は。はい。でもまあ改めて、こう、お互いのことをちゃんと話せる関係になったのは良かったなぁと。ね。ね、やっぱね。まあなんかやっぱ自分から動き出してみないとっていうのもあるだろうし、スイちゃんも、フィフスフェスの時に歌詞を変えたいとか、ね、いろんな提案してくれたりとか、まさか手紙を書いてるとは思わなかったし、いろいろなんかこう突っかかっていたものとかが、今年はちゃんとスイちゃんといろいろお話しするタイミングが
あったことにより、井の中組、まあ、昔から知ってくれてる人もいると思うんだけど、なんとなく二人で今まで一緒にコラボすることもなかったからさ、またここから一緒になんかできたらいいねという話をしておりましたと。で、そう、コラボじゃない、ユニット名ね、募集してます。そう、ユニット名を募集してます。ちょっとみんなの意見とか案をまとめてね、ちょっと今度ご飯食べるときにね決められるといいな。あとね、歌枠の瀬戸里どうだった？そう、なんとなく、まあ、お互いが歌いたい曲を、まあ、瀬戸里はどうやって決めたかと言いますと、お互いが歌いたい曲を今回は出し合って、で、まあ、そっから、まあ、今回は、まあ、究極の9曲ではなく、5周年の5曲ってことで、ってわけで、ちょっとスイちゃんからもらった案とあずきの案を足して、まあ、そっからちょっとあずきがちょっと選曲しまして、あ、冒険彗星はね、あずきが最初に案を出したんですけど、スイちゃんの歌枠とかももうちょっとね、あ、いつもこれやってるんですけどだいたい歌枠コラボ恒例なんですけど、コラボ相手の歌枠をもう一回全部チェックする恒例のね、そう、ちゃんとね、コラボ相手の歌枠をちゃんとくまなくチェック、そこから、そう、スイちゃんと歌ったらきっといいなって思う曲を、そう、最初案出して、いや待って、冒険彗星、待ってこの二人の曲っていうとちょっとおこがましいんですけれども、冒険彗星はね、良すぎたねあ、でもあずきの歌枠で歌ったことないかもなんですけど、この曲すごい大好きで、まあ、スイちゃんが歌っているところをあずきが発見して、待ってこの曲一緒に歌いたいと思って瀬戸里に入れましたとね。え、冒険と彗星、しかもなんかこれまでのことをすごいさ、なんか思い出させてくる歌詞でさ、いやもうなんかその結構下準備とかの時にさ、この曲ずっと聴いてて、あ、なんかもう泣きそうみたいなもうなんかいろいろあったこといろいろ思い出して勝手に泣くみたいな勝手に泣いてしまう小豆みたいなことになってました。そう、だからスイちゃんが歌っているのを見て、あ、この曲は一緒に歌いたい。あとなんか歌おうと、残響参加、ドントセイレイジー、ローリングスター、群青日和、変わらないもの、地上の星などでした。スイちゃんと一緒に歌うから勝手になんか星っぽい曲にしようっていう。あとはスイちゃんがすごい、あの椎名林檎さんの曲が好きだから、なんかその曲で、まずきあんま歌える曲少ないんだけど、そうなんか星っぽいキラキラした曲とか、あとはね、なんか最近流行った曲も歌った方がいいかなとか、なんか相談してたけど、やっぱ春とかブリンバンバンボンとか歌うみたいなっていう相談をしてたけど、まあ、結果歌わなかったんですけどね。スイちゃんの低音ボイスいいよね。打ち上げ花火の低音で、うっ、イケメンってなってた。というわけで、またあるかも、二人のコラボあるかもね。二人にやってほしいゲームとかもね、よかったらハッシュタグ井の中組で教えてくださいということで、また二人で見つけようよ、遠すぎて遠ざけちゃったものや、そばにありすぎて変えてしまったものや、痛みの数だけ強くなると言える弱さを、その正しさを、強さと引き換えに差し出した涙のありかを、そしてきっと平行な旅路の交差点で、今もずっと始まりの二人が
前